8月7日、中央競馬の競走馬情報です。レース予想や穴馬情報はチャンネル概要欄を参照ください。また、この動画での期待値高めと言っている馬はノートの予想とは異なる基準で評価しています。オッズにもよるのでご参考まで。それではスタート。福島第一レース。3歳未勝利。ダート戦 700m。目標タイムは1分 48.9 秒です。期待値が高めな馬はアイファキャップ。ハイグッドワールド。面影上です。福島第2レース。3歳未勝利。滋賀戦 200m。目標タイムは1分 10.5 秒です。期待値が高めな馬は笑顔になって。エコロアモーレです。福島第3レース。4歳以上1勝クラス。ダート戦 700m。目標タイムは1分 47.3 秒です。期待値が高めな馬はイモータルフェイム。オールマキシマム。パラディです。福島第4レース。4歳以上障害未勝利。芝 2750m。目標タイムは2分 54.7 秒です。期待値が高めな馬はテイエムマジック。ノーチェリー。シゲルタヌキです。福島第5レース。3歳未勝利。芝 1800m。目標タイムは1分 49.8 秒です。期待値が高めな馬はクスクスです。福島第6レース。3歳未勝利。ダート戦 150m。目標タイムは1分 10.3 秒です。期待値が高めな馬はアイスリンディ。カーウイラです。福島第7レース。4歳以上1勝クラス。芝 1200m。目標タイムは1分 9.7 秒です。期待値が高めな馬はマテンローアネモス。レッドテンペストです。福島第8レース。4歳以上1勝クラス。芝 2600m。目標タイムは2分 41.2 秒です。期待値が高めな馬はモルトベローチェ。マケルナ・マサムネです。福島第9レース。北方特別。ダート戦 700m。目標タイムは1分 46.4 秒です。期待値が高めな馬はベイパーコーン。日本ピロハーパー。モントブレッチアです。福島第10レース。やまびこステークス。ダート戦 150m。目標タイムは1分 9.0 秒です。期待値が高めな馬は大成グリーオ。オンザダブル。ユーグラスファクタです。福島第11レース。モルガナイトステークス。芝 1200m。目標タイムは1分 8.8 秒です。期待値が高めな馬はファイアダンサー。クリノマジン。エナジーグランです。福島第12レース。4歳以上1勝クラス。芝 2000m。目標タイムは2分 1.8 秒です。期待値が高めな馬は特にいなさそうです。中山第1レース。3歳未勝利。ダート戦 200m。目標タイムは1分 13.1 秒です。期待値が高めな馬は大空ひばり。ユニベールアンです。中山第2レース。3歳未勝利。ダート戦 800m。目標タイムは1分 56.3 秒です。期待値が高めな馬は滝桜。ベルベストランナー。ジェンマです。中山第3レース。3歳未勝利。ダート戦 200m。目標タイムは1分 13.0 秒です。期待値が高めな馬はヨリナ・エスポワール。ロケットホームランです。中山第4レース。3歳未勝利。芝 1600m。目標タイムは1分 35.4 秒です。期待値が高めな馬はレッドセニョール。大新ネイピー。ライトニングジェイスです。中山第5レース。3歳未勝利。芝 2000m。目標タイムは2分 3.0 秒です。期待値が高めな馬はチャージドアップです。中山第6レース。3歳1勝クラス。ダート戦 800m。目標タイムは1分 54.1 秒です。期待値が高めな馬はロジアデレート。ネオシルバー。グレイビンオーナーです。中山第7レース。3歳1勝クラス。芝 1200m。目標タイムは1分 9.7 秒です。
期待値の高めな馬はクオレス、レザーノワールです。中山第8レース4歳以上1勝クラス芝 1800m、 目標タイムは1分 49.4 秒です。期待値の高めな馬はラパンラピッド、スーパーマン、サクセスパルスです。中山第9レース印西特別ダート 2400m、 目標タイムは2分 37.1 秒です。期待値の高めな馬はサトミノマロン、ルーラーリッチ、アトラクティーブです。中山第10レースカノン山特別芝 2000m、 目標タイムは2分 1.7 秒です。期待値が高めな馬はモンタナーゲートです。中山第11レース京葉ステークスダート 1200m、 目標タイムは1分 11.0 秒です。期待値が高めな馬はプライバトルマリンです。中山第12レース4歳以上1勝クラスダート 1800m、 目標タイムは1分 54.8 秒です。期待値が高めな馬はゲットアップ、ターゲサンブルックです。阪神第1レース3歳未勝利ダート 1400m、 目標タイムは1分 25.7 秒です。期待値が高めな馬はココシャンパーニュです。阪神第2レース3歳未勝利ダート 1800m、 目標タイムは1分 54.5 秒です。期待値が高めな馬はグランドエスケープエコログラシアスです。阪神第3レース3歳未勝利ダート 1200m、 目標タイムは1分 13.3 秒です。期待値が高めな馬はキープライジング、リリーエクスプレス、ハッピーダンスです。阪神第4レース3歳未勝利芝 1800m、 目標タイムは1分 48.1 秒です。期待値が高めな馬はミナデオロです。阪神第5レース3歳1勝クラスダート 1400m、 目標タイムは1分 25.4 秒です。期待値が高めな馬は名勝サジダケ、リジルです。阪神第6レース4歳以上1勝クラスダート 1800m、 目標タイムは1分 54.1 秒です。期待値が高めな馬はジーニアスバローズ、グローバルブラッド、ウィーニングレース。阪神第7レース4歳以上2勝クラス芝 1600m、 目標タイムは1分 34.4 秒です。期待値が高めな馬は鈴鹿ダブル、テラステラ、外のスカイターフです。阪神第8レース宝塚市政70周年記念ダート 1800m、 目標タイムは1分 53.1 秒です。期待値が高めな馬はバンドマスター、ダッシュ・ダ・クラウン、ブラージン。第9レース忘れな草賞芝 2000m、 目標タイムは2分 1.3 秒です。期待値が高めな馬はステラ・クラウン、大波コナミ、パレハです。阪神第10レースダイワスカーレットカップ芝 2000m、 目標タイムは2分 0.8 秒です。期待値が高めな馬はアスクオンディップ、モズロックンロールです。阪神第11レース桜花賞芝 1600m、 目標タイムは1分 33.0 秒です。期待値が高めな馬はコヤソンビート、アスクリピチェーノ、ステレンボッシュです。阪神第12レース梅田ステークスダート 1800m、 目標タイムは1分 52.6 秒です。期待値が高めな馬はジタロウ、グーデンドラック、アウトレンジです。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。それでもよければどうぞ。日本ピロゴルディ、K2 バルボア、オールマキシマム、エバーハピネス、アンクルブラック、ファルコンビーク、パイントレイン、ピエナフェリッチェ、サイモンカーチス、マテンローアネモス、マルカブリッツ、ペリプルス、
テラポイント、ヒルンキング、ユーグロスファクター、フィーカ、エナジーグラン、南洋ウィング、マイネルヒッツエ、マイネルシーマ、スマイルサミット、ユニベールアン、グランナビール、花散る里、ヨリナエスポワール、フラーケン、シューズダイヤ、ダイタジェネシス、ファーストメイト、マルジェラ、ピーナオンカン、リアルセンター、リトミコ、ラルンエベール、サトノルチル、カシマエスパーダ、アルデドオーモ、ローズパンラズナ、モンフィルテソーロ、ルークスヘリオス、速攻タルマカ、ワンデイモア、コスモフロイデ、コパのパサリナ、オセアダイナスティ、ゲンパチリベロ、アイソーザスター、レイム、ルージュラメンテ、ライブリボイル、コウオウトランプ、タガノグレイシア、サンライズアザール、イクサニー、ボイラーメーカー、ペッパーミル、コパのマイアミ、ストームバンガード、アットアブラスト、シャンデルナゴル、ダノンソフィア、トゥルブレンシア、プラーピ、ハギノサステナブル、ダッシュダクラウン、パレハ、ジョセフィーナ、ヒミノフラッシュ、インディゴブラック、マイネルクロンヌ、フタイテンロック、面影女王、タイガの一滴、ラグリマスマイヤー、エクセレンアーサー、よりの桜、笑顔になって、テイシャ・アンジェロ、シゲルタヌキ、モンテイゾラ、ポピュラーソング、クスクス、GT ユルス、ホットエンペラー、コンテナワールド、メタシアター、アスクブラゴー、西野ジーク、ゴルトリッチ、スティニング・マーリン、西野タマユラ、バシレウス・シチー、リッチブラック、ヤングローゼス、シンボリックレルム、デルシャンソン、プルパレイ、クリノマジン、テラフォーミング、キタノジョンヌ、キタノヒコボシ、ストライクオン、ユイの鼓動、ペイシャバロー、エフォートレス、コウオーシンデレラ、カイコウ、カイキレイビン、サクセスパルス、ラーテル、ホーオー・スペリア、マイネル・ダグラス、クリノ・ガウディ、ファーンヒル、アイベラ、ココ・シャンパーニュ、上弦の月、ムーン・ボーン、ノー・グルエンテラー、ハッピー・ダンス、イニシエ、ヒロ・グライト、パンフ・アギア、ソウル・ユニバンス、バックスクリーン、プシプシーナ、大波コナミ、アップデート、カネフラ、イフェイオン、ステレンボッシュ、ビッグボールバレル、GT スズナリ、レッドテンペスト、南洋プランタン、メルシー、ビーバローズ、チェリッシュ、ホーオールセント、クイーンルーラー、ボーイハンター、ラカンラピット、ルーラーリッチ、ロードマゼラン、ゲットアップ、ホワイトワール、ビラコースト、プロスペクト、キャピタルサックス、レディエンジェル、ウィーンエーデル、天のメッセージ、熱血社長、ステラクラウン、大五竜神、カドサンガンバル、オイデレオ、ハイグッドワールド、ケンベンゼル、ユヌグリーズ、ハドソンテソーロ、エコロアモーレ、タガノチョコラータ、チテルンロット、イモータルフェイム、ロンギングバース、テイエムマジック、ブリックバーン、アーキル、イデアパシオン、ファビュラスロード、名称ヨシノ、アスクドリームモア、デザートスター、マケルナマサムネ、ムーンスカイ、ユアフラッシュ、サムハンター、モントグレッチア、オーガスタスカイ、アサカラキング、サンライズオーネスト、地政秘典、フェスティブビーム、
ジーズデイズ、インターシア、ジェンマ、ゲインサポート、ノリサムソン、ナムラベロニカ、シェリングフォード、ラッキーラン、ヤマニントリル、ライトニングゼウス、ユラグリーン、スズノアムール、マジェンカ、ネクストヒロイン、スモールクイーン、クラウンシエンタ、サンドグラスト、ウィーンイネル、クレイビンオーナー、タイセイフェスタ、レザンノワール、クオレス、ユイの男山、ダスク、コロンドール、サイクロトローン、エターナルプライド、クリスプブリーズ、スカパラダイス、フランコルシャン、タガノエクレール、モズユイユイ、英雄ウォーリア、グランドエスケープ、アンモード、リーエクスプレス、ラン・オブ・ザ・ワールド、名称雷鳴、イバップ、リード・アクトレス、ウィーニング・グレイス、ジーニアス・バローズ、テラステラ、名称カイト、イースタル、バンドマスター、ガール・リュバン、モズ・ロックンロール、ヒズル・ジョー、ダイ・バリオン、フレーバード、エーデル・ブルーメ、ワイド・ラトゥール、ハワイ・アンティアレ、コラソン・ビート、湘南・マヌエラ、マルカートラス、グーデン・ドラーク、ディナト・セレーネ、スイープ・フィート、ゼンダン・サクラ、サンライズ・タイソン、爆裂魔法、モルト・ベローチェ、アドバイス、森のドリーム、アンテロース、フラミニア、ピア・レイジ・レディ、日本・ピロハーバー、アトラクティーボ、ラスダシャン、ランダン・ガール、ノボリ・サクラ、湘南・ダダン、ファミリー・ツリー、ホーオー・アム・ルーズ、ミナ・デ・オーロ、名称・サチダケ、アナザー・エース、サンライズ・テラス、カリジェン、ロケット・ホームラン、大神・ネイビー、クリノ・ハレルヤ、ディア・フォー・ナウ、モズ・ナイス・バディ、シカゴ・スティング、テン・フェリーチェ、オール・パルフェ、デア・デル・マーレ、ニシノ・スピカ、トーア・モルケウス、カーウィーラ、キャンディ・タフト、ビューティ・ビースト、ペレストリーナ、滝桜、シノノメ、雪風、サンティオン、クリノ・タンザナイト、アクロポリス、ハッピー・モンスター、ダノン・アトラス、グランドゥーチェ、ヒヒーン、セシリエ・プラージュ、ライツフル、湘南・マイオー、マイ・バラード、ルミリオン、スマート・レパード、共栄スピール、ウィーン・エクレール。福島第一レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは6番アメリカンチーフが先頭に立ちます。6番アメリカンチーフの背後には8番 SO ライジング、1番大五竜神か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アメリカンチーフ。その後には1番大五竜神と8番 SO ライジングが続きます。1番大五竜神が先頭に立つか、追い抜くか。1番大五竜神が1着見事。続くは、福島第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。15番ベアゴーゴーが前に行きます。その後ろには5番シアタ、13番シームレスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは15番ベアゴーゴー。その後には5番シアターと13番シームレスが続きます。5番シアターが先頭に立つか、先頭か。5番シアターがゴールイン。続くは12番、15番、14番か。福島第3レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは4番パラディが先頭に立ちます。並ぶように3番でアデルマーレ、1番テンフェリーチェか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番パラディ。その後には3番でアデルマーレと14番ナックダンスが続きます。11番オールマキシマムが先頭に立つか、追い抜くか。11番オールマキシマムがゴールイン。続くは7番、13番、9番か。福島第4レース、ゲート入り完了。
さあスタートしました。まずは6番手 M マジックが好スタートを切った。並ぶように2番モンテイゾラ、11番ノアチェリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番ノアチェリー、その後には5番ロンギングバースと6番手 M マジックが続きます。4番プロトカルチャーが先頭に立つか、追い抜くか。4番プロトカルチャーがゴールイン、続くは7番、11番、1番か。福島第5レース枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは6番スプリンクルソルトが先頭に立ちます。6番スプリンクルソルトの背後には3番クスクス、2番バーニャカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番スプリンクルソルト、その後には8番コンテナワールドと3番クスクスが続きます。8番コンテナワールドが後ろから追ってくる、先頭か。8番コンテナワールドがゴールイン、続くは6番、3番、11番。福島第6レース各馬揃ってスタートを切りました。9番西のジークが前に行きます。2番手は2番アイスリンリ、14番ルミリオンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番西のジーク、その後には2番アイスリンリと7番ファビュラスロードが続きます。7番ファビュラスロードが後ろから追ってくる、追い抜くか。7番ファビュラスロードがゴールイン、続くは9番、2番、1番か。福島第7レース各馬ゲートイン完了。さあスタートしました。まずは13番バシレウスシティが好スタートを切った。並ぶように7番ステークホルダー、11番マテンローアネモスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番バシレウスシチ、その後には7番ステークホルダーと2番ハクサンミニョンが続きます。4番アスクドリームモアが追い上げてくる、先頭か。4番アスクドリームモアが1着見事、続くは8番。福島第8レース各馬ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは1番マルカブリッツ、その後ろには3番 K2 クローン、4番レッドバジュラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番リッチブラック、その後には12番ヤングローゼスと15番ステラポイントが続きます。8番リッチブラックが後ろから追ってくる、先頭か。8番リッチブラックがゴールイン、続くは6番、12番、10番か。福島第9レースゲート入り完了。さあスタートしました。まずは10番タマモベローナが先頭に立ちます。並ぶように8番ベルシャンソン、5番サムハンターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番タマモベローナ、その後には8番ベルシャンソンと5番サムハンターが続きます。13番日本ピロハーバーが追い上げてくる、先頭か。13番日本ピロハーバーがゴールイン、続くは3番、1番、11番か。福島第10レース各馬揃ってスタートが切られました。1番ナックドロップスが早速先頭を取る。2番手は12番クロデメニル、2番アドバイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ナックドロップス、その後には12番クロデメニルと15番タイセイブリリオが続きます。9番オンザダブルが先頭に立つか、先頭か。9番オンザダブルがゴールイン、続くは15番、8番、12番か。福島第11レース、さあ舞台は整いました。スタートが切られました。12番ジャスパージャックが前に行きます。2番手は1番朝からキング、3番フレッチアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ジャスパージャック、その後には1番朝からキングと3番フレッチアが続きます。1番朝からキングが先頭に立つか、先頭か。1番朝からキングがゴールイン、続くは15番、6番、9番か。福島第12レース、さあ舞台は整いました。さあスタートしました。まずは9番マイネルヒッツエが好スタートを切った。9番マイネルヒッツエの背後には13番アンテロース、14番鈴鹿キングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番マイネルヒッツエ、その後には13番アンテロースと14番鈴鹿キングが続きます。1番ティムールが先頭に立つか、先頭か。1番ティムールがゴールイン、続くは4番。中山第1レースゲート入り完了。さあスタートです。1番マリノルージュが早速先頭を取る。後を追うのは9番大空ひばり、5番ユニベールアンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番マリノルージュ、その後には5番ユニベールアンと9番大空ひばりが続きます。1番マリノルージュそのままに逃げ切れるか、逃げ切れるか。
1番マリノルージュがゴールイン。続くは9番、5番、11番か。中山第2レース、各馬揃って、さあスタートしました。まずは6番マンダレーが好スタートを切った。2番手は3番インターシア、9番オルセイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番マンダレー、その後には14番ベルベストランナーと3番インターシアが続きます。13番滝桜が先頭に立つか、追い抜くか。13番滝桜が1着見事。続くは4番、14番、7番か。中山第3レース、各馬ゲートイン完了。さあスタートです。まずは9番ヨリナエスポワールが先頭に立ちます。後を追うのは5番ストライクオン、15番レッドレナートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ストライクオン、その後には9番ヨリナエスポワールと15番レッドレナートが続きます。5番ストライクオン、そのまま独走か、逃げ切れるか。5番ストライクオンが1着見事。続くは12番9番15番。中山第4レース、枠入り完了しました。さあスタートです。まずは14番大新ネイビーが好スタートを切った。14番大新ネイビーの背後には8番ライトニングゼウス、9番ジュビランスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは14番大新ネイビー、その後には8番ライトニングゼウスと9番ジュビランスが続きます。9番ジュビランスが追い上げてくる、追い抜くか。9番ジュビランスが1着見事。続くは1番、中山第5レース、各馬ゲートイン完了。さあスタートです。先頭を走るは13番チャージドアップ、その後ろには3番鈴のアムール、5番鳳凰シンデレラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番チャージドアップ、その後には3番鈴のアムールと11番スターシャワーが続きます。14番サトノルチルが後ろから追ってくる、追い抜くか。14番サトノルチルがゴールイン。続くは11番13番16。中山第6レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。先頭を走るは9番サンドブラスト、その後ろには7番モーサンワクシア、8番ミツカネジェミニか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番モーサンワクシア、その後には13番ロジアデレードと9番サンドブラストが続きます。4番カシマエスパーダが追い上げてくる、追い抜くか。4番カシマエスパーダが1着見事。続くは13番、6番、14番か。中山第7レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。まずは6番クオレスが先頭に立ちます。その後ろには9番クリノハレルヤ、5番スミレファーストか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番クオレス、その後には9番クリノハレルヤと5番スミレファーストが続きます。6番クオレスが後ろから追ってくる、追い抜くか。6番クオレスがゴールイン。続くは9番、1番、4番か。中山第8レース、各馬揃ってスタートを切りました。まずは4番スーパーマンが好スタートを切った。4番スーパーマンの背後には8番ラパンラピッド、3番マイバラードか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番スーパーマン、その後には3番マイバラードと8番ラパンラピッドが続きます。2番フラミニアが追い上げてくる、追い抜くか。2番フラミニアが1着見事。続くは1番、4番、8番か。中山第9レース、各馬ゲートイン完了。さあスタートです。まずは5番ガンウルフが先頭に立ちます。2番手は13番モリカ、8番エイトワンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ガンウルフ、その後には13番モリカと8番エイトワンが続きます。9番アトラクティーボが先頭に立つか、先頭か。9番アトラクティーボが1着見事。続くは6番、2番、3番か。中山第10レース、各馬揃ってスタートが切られました。7番ロジシルバーが前に行きます。その後ろには12番アルファウェーブ、5番ホームオブスーペリアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ロジシルバー、その後には5番ホームオブスーペリアと13番モンタナーゲートが続きます。5番ホームオブスーペリアが先頭に立つか、先頭か。5番ホームオブスーペリアがゴールイン。続くは7番13番1番か。中山第11レース、各馬揃ってさあスタートです。4番シアジストが早速先頭を取る。2番手は2番ジャスパーウィン、12番ファーンヒルか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番シアージスト、その後には12番ファーンヒルと13番サイクロトロンが続きます。8番ケイアイロベージが追い上げてくる先頭か。8番ケイアイロベージがゴールイン、続くは6番11番1番か。中山第12レース各馬ゲートイン完了、スタートが切られました。まずは3番ターゲサンブルックが先頭に立ちます。3番ターゲサンブルックの背後には5番クリスプブリーズ、7番マイベラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番マイベラ、その後には5番クリスプブリーズと8番ゲットアップが続きます。8番ゲットアップが追い上げてくる先頭か。8番ゲットアップがゴールイン、続くは7番4番6番か。阪神第1レースゲート入り完了、スタートを切りました。15番上限の月が早速先頭を取る、並ぶように8番ランランガール、6番シノノメカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは15番上限の月、その後には8番ランランガールと6番シノノメが続きます。15番上限の月そのまま逃げ切れるか、独走か。15番上限の月がゴールイン、続くは6番8番12番か。阪神第2レース各馬揃って、さあスタートです。13番ベラジオラオーが前に行きます。その後ろには15番エコログラシアス、5番ホーオーグトランプか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは13番ベラジオラオー、その後には15番エコログラシアスと6番グランドエスケープが続きます。2番モズユイユイが追い上げてくる先頭か。2番モズユイユイがゴールイン、続くは13番6番16番か。阪神第3レース各馬揃って、さあスタートしました。まずは5番大西アレスが先頭に立ちます。5番大西アレスの背後には14番ヒロブライト、16番リリーエクスプレスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番大西アレス、その後には14番ヒロブライトと16番リリーエクスプレスが続きます。5番大西アレスが先頭に立つか、追い抜くか。5番大西アレスが1着見事、続くは13番。阪神第4レース、さあ舞台は整いました。さあスタートです。先頭を走るは12番ミナデオロ、12番ミナデオロの背後には7番プロスペクト、2番スピードリッチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ミナデオロ、その後には7番プロスペクトと2番スピードリッチが続きます。2番スピードリッチが先頭に立つか、先頭か。2番スピードリッチが1着見事、続くは3番7番12番か。阪神第5レース枠入り完了しました。さあスタートしました。まずは6番レディエンジェルが好スタートを切った。後を追うのは13番名勝サチダケ、5番リジルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは15番グランメド、その後には5番リジルと13番名勝サチダケが続きます。2番スピードリッチが先頭に立つか、先頭か。1番キャピタルサックスがゴールイン、続くは15番5番14番か。阪神第6レース枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは5番マサハヤウォルズが好スタートを切った。後を追うのは9番ジーニアスバローズ、3番シャンデルナゴルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番ジーニアスバローズ、その後には3番シャンデルナゴルと5番マサハヤウォルズが続きます。10番キレナイカが後ろから追ってくる先頭か。10番キレナイカがゴールイン、続くは8番5番3番か。阪神第7レースゲート入り完了、スタートが切られました。2番フルメタルボディが前に行きます。並ぶように8番ケイデンスイマーク、5番天のメッセージか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番フルメタルボディ、その後には8番ケイデンシーマークと3番鈴鹿ナブルが続きます。8番ケイデンシーマークが追い上げてくる、追い抜くか。8番ケイデンシーマークがゴールイン、続くは3番5番7番か。阪神第8レースゲート入り完了、スタートを切りました。先頭を走るは3番リースタル、3番リースタルの背後には10番フェブランシェ、5番バンドマスターか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番フェブランシェ、その後には3番リースタルと5番バンドマスターが続きます。10番フェブランシェが先頭に立つか、先頭か。10番フェブランシェが1着見事、続くは9番7番5番か。
阪神第9レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。8番ジョセフイーナが前に行きます。8番ジョセフイーナの背後には1番パレハ、3番オオナミコナミカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ジョセフイーナ、その後には1番パレハと3番オオナミコナミが続きます。5番ステラクラウンが先頭に立つか、先頭か。5番ステラクラウンがゴールイン。続くは4番、1番、7番か。阪神第10レース、各馬、揃って。スタートが切られました。先頭を走るは16番アスクオンディープ。その後ろには1番バールデュバン、6番ルージュアルルカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは16番アスクオンディープ。その後には1番バールデュバンと7番ワイドアラジンが続きます。13番フレーバードが先頭に立つか、追い抜くか。13番フレーバードがゴールイン。続くは15番、3番、16番か。阪神第11レース、各馬、揃って。スタートが切られました。5番シカゴスティングが前に行きます。その後ろには15番エトブプレ、18番チェルビニアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番シカゴスティング。その後には18番チェルビニアと15番エトブプレが続きます。2番クイーンズオークが後ろから追ってくる。先頭か。2番クイーンズオークがゴールイン。続くは9番、12番、7番か。阪神第12レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。3番マルカートラスが前に行きます。2番手は8番アウトレンジ、6番インディゴブラックか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番マルカートラス。その後には8番アウトレンジと10番グーデンドラークが続きます。4番テオーグランビルが先頭に立つか、先頭か。4番テオーグランビルがゴールイン。続くは10番、2番、11番か。